あのさ、このご主人さ、巨人ファンだから肩持つのも嫌だけどね、あなたの言うこと聞いてるとなんか本当にのセックス以外何の脳もないみたいじゃない。そう、それはっきり言う。で、あなたにとって役に立ってんですか？立ってないですね。苦労ですね。そうすると、そんなことないです。言ってますか、ぎっちり。いや、そんなのは別ですけども、一人のね、たった一人のこんな強い女を幸せにできん女、男で男やないで、うん、よーって帰ってきて、お前チリ箱の中に頭突っ込んで行儀を吐き寄ったら、お前仕事やないですか、はっきり言うて。売り上げでも持ってるの見よ。俺も仕事での見よ、俺も仕事での見よ。ほんなら人の店今度他でやれ。女房の店へ来るな。一緒に帰ると。携帯電話ぎっちり鳴らすな、ほいたら携帯電話鳴らした、携帯電話切るな。ほんだったらよ、そうやって言うかったらよ、もう俺だったらもう夜前ちゃんと俺のとこ寄ってきてよ、うん、ねえ、エッチしてないで絶対言うなよ、うん、いや、もう絶対行かさんきな、ほら。ほいだらね、分かっちゅうかい、絶対行かさんぞ、ね、ほんだら、ほんだらよ、絶対行かさんきな、言うで、約束ぞ、分かっちゅうよ、これまでおるやき、絶対行かさんきな。分かった、帰っちゃってください、座って。それやったら、それやったら、したいと言うた時によ、ねえ、今日は要戦、あー、もううるさい、いいなよ。言わんよ。言わんかい、言わんよ、言わんかい。やっぱりそうやって言うでもね、あんたはね、僕から離れられんが、そうやなかったら15年間やっていけん。そういう自信があんたは間違うち、あんたは私がおらなね、ね、わからんが。いや、あんたが僕がおって始めたあんたがあるやぎ。謝れ、土下座して。いやいやいや、先生、今後私と一緒におりたいかって謝り、うん、今日東京へ残って一人かおるかい。帰れますよ、なんじゃそんなもん。帰れる。お金俺が持ちも構いません、そんなもん。帰れも、チャーク払いでもなんでも帰れますよ。助けてくれる人はみんな帰れますから。チャーク払いで誰が払うかな、お前。チャーク払いで誰が払う。帰れる、みんな助けてくれる人は友達がいっぱいおる。あんたおらんのかい。なんぼでも何言うかで。そうかい、じゃあ行ったらええわ。土下座して謝らない。私はね、今回このここまで来た理由がないがやき。そうですよね、人前で土下座するのは大変なこと分かっちゅう。分かっちゅう。謝り、土下座して、あそこの前で謝り。いやいや、いや場所して、場所して、あそこの前、あそこらしいです。今流行ってるから土下座が。あ、そうですよ。土下座ができる。今後嘘はつかん、女遊びはせん。今しやせんけエロはよんで。今しやせんけど折に触れ縁に触れ、ちょっとちょっとその隙があったらまたするのかい、その顔は。全然土下座せんで、絶対土下座せないけど、ルーさん先生、やっぱりこれはここまで溜まっちゃったものがね、あるんですよ。そりゃそうですよ。あげくの果てに婚約指輪は捨てる、うん、そんな亭主ないですよね。スナックへ行ってね、離婚し中バツイチね、結婚してない、スナックへ行って、はい、ポンユで指輪を捨ててスナックへ入る、そんな男いませんよ。そんなこと俺知ったかよ。しましたよ。だってそんな簡単なもんじゃないやないですか。指輪を捨てるらいって根本的に肝心かの目間違うちゅう、はっきり言うて。今一応警察には届けて大中で。そんなもん警察初めて聞いた、そんなもん。で、何言う。言ったよ。嘘を言いな。言った。そんなもんね、交通所へ行った。青いな。初めて聞いた、そんなもん。言い訳にしかすぎません。かわいい。交通所行ったよ。もうあれですよ、男の返しを見せてね、やっぱりもう大切にしてるんですから、言葉で言ってあげてよ。もうこれではっきり言うて土下座せんかったら、私はもうはっきり言って3つの仕事もしない。はっきり言うてあんたのために一生懸命やらない。はっきり言うて、まあ店の好きなお客さんともう言いたり放題やって、あんたすまんけど子供のこと頼むね。さようなら。どうどう。その次の浮気の2人おる、私の連絡取った女3人はもうはっきり言うてもういいです。お前3人も出ました。そうよ、はっきり言うてもいいでって言うかもしれんで、もうのしつけてくれてやらって言うてもいりませんって言うかもしれんで、あんたそうしたら一人で、わかる。あんた考えてみ、女房のパンツ、子供のパンツがたとめんかった時はどんな寂しい思いするか、離れてみてわからんろ。そうですよ、パンツたたんだこと言っちゃったんだから、あの、ね、そうですよ、土下座するぐらい平気ですよ。もうやっちゃってはよ、拍手。そうじゃないと私やめませんよ。ほんまかい。そうよ、何言わんだ。マジに言わん。そうよ、屈辱、私の屈辱どう。お前これで土下座したら14年間の罪はそれで帳消しか。罪。その代わりみんなの前で白状しいよ、土下座して。浮気はしません、うん、借金しません、博打しません、パンツは畳みます、どう。
それ言うてくれたら。そんなことまでは言えない。そうか、うん、まあ、言える範囲でね、もうさあやっちゃいましょうよ。背中押しましたね、今思いっきり。あ、えらい、えらい、えらい、もうそこが、それでこそ。ここでいいですか。はい、じゃあ奥さんに向かって。かっこいいですよ、旦那。かっこいい、かっこいい。13年間すみませんでした。さすが土佐の女の人ですね。 かっこいいですね。きっちりけじめとって、うん、いいですね。これでちょっとうまくいきそうですか、お二人。いいんじゃない。所詮夫婦喧嘩なんて犬も食わないのよ。感激、満足。まあ悪いのは僕ですけども、土下座はもうちょっと一生これ死ぬまで残りますよね。テクニックに自信があるとおっしゃってましたけど、それだけは大事です。そこだけは僕の勝ちです。絶対あんなに言うても僕がいなかったらダメですから。夜は、夜は。わかりました、はい、ありがとうございました。海外編喧嘩の花道 in LA、 ジョン・リー夫妻。韓国出身の2人、貫禄十分の旦那さん。しかしお二人の年の差はたったの4歳。親子に間違われることもしばしばあるとか。ものすごいヘビースモーカーという旦那さん、奥さんはタバコをやめてが口癖だそうです。그러니까다른사람들이볼때도당신하고나가나이차이가네살밖에안나는데당신의딸이라고그럴정도니말이야내가늙어가는것도순전히당신컴플레인때문에그렇다고당신이늙어가는거는술담배나술담배어술담배먹으면사람이늙어남편이하는얘기도들을줄도알고당신이고혈압에다가술담배하면당신이첫째나쁜거야당신이아무리어이약을먹고술담배안끊어봐소용없어어당신이여하게의지하는데그건소용이없는거야어술담배안끊는이상그리고그러면고기덩어리빗덩어리도좀줄여야되고늦게먹는그것도줄여야돼 그러면이배가배만불럭불락해나가지고밤에소화가돼그냥자는데아니고기만하더라도그래내가어릴때부터먹고자란게날고기를좋아하는데그걸어떻게취미로어떻게음식그기호를어떻게바꾸란말이야그렇지만나쁜거는나쁜거야지금까지나빠본적한번도없어내그거는건강하지왜왜고혈압이왜생겨술담배당신이먹는거보는거당신이강아지를심하게긁기때문에오히려고혈압이생겼단말이야日本縦断喧嘩の花道岩手編。おならが喧嘩の原因、おしま夫妻です。うちの高弘がお父さん今ラジオのスイッチ入ったのとかって言ったんだよね。そしたらラジオのスイッチじゃなくてお父さんのおならだったんだよね、それが。で、すごい。いやいや、うちではね、おなら家族って言って一番おならの臭いのは誰って言うと、お父さん。おめえこんなこと、バカ、テレビでこんなこと言うもんじゃねえな。この後、超美人妻が夫の浮気を徹底追求。